皆さんこんにちは、ユリアと申します。それでは流行り神剣からやっていきましょう。前回遊歌編神隠しを S クラスでクリアしました。そしてデータベースを回収したため記録率が 57% になりました。はい、今までのお話のデータベースを全て回収したため新しいお話が生まれました。今回は大麻師インドーランコをやっていきたいと思います。大麻編とかじゃないんだ。インドーさんの物語すっごい気になる。それでは大麻師インドーランコやっていきましょう。お、満月。石のかや。夏草赤く。つゆあつし。松尾芭蕉。凛、望む？土曜日、仏滅。え、今までこんなのなかったのに。午後5時8分、鬼鳴き寺。あれ、ここってさ、騎士文人のところ？え、違うかな。仏滅はどうも気の乗りがようない。仏滅が登録されました。気が登録されました。六曜なんぞに左右されるとは、うちもまだまだ修行が足りんな。六曜が登録されました。まったく、こんな日にこんな場所に呼び出しよって、師匠に見つかりでもしたらどないしてくれんねん。あのおっさん、師匠って誰だろう。おう、おっさんはよせと言ってるだろう。あなたでしたか。いや、師匠じゃないけど。あかん、いつの間にか口に出とったみたいや。それにしても相変わらず油断も隙もないおっさんやな。こうもやすやすとうちの前に入ってきよるとは。で、何の用や。こう見えても忙しいんやから、あんまり気安に呼び出さんとってほしいねんけどな。またギャンブルか。そう、今日はスロットの新騎士が入荷。ってちゃうわ、仕事や。本当ですか。このおっさん、ほんまやりにくいわ。昔からの付き合いやから、うちの行動はまるっとお見通しやもんな。昔ってどれくらい前だろう。賭け事はほどほどにしておくことだ。お互い決して運のいい方ではないからな。あ、そうなんですか。ふん、ギャンブルは人生の縮図や。うちは修行のためにやっとんねん。ほっといてんか。修行ですか。なら早速仕事の話に入ろうか。ほら来たで。今度はどんな仕事持ってきよったんや。またどうせアホどものおもちゃ探しか尻拭いやろうけどな。どういう意味ですか。プロジェクトメタマルフォーゼという研究を知ってるか。ここ数年の間で組織が立ち上げたプロジェクトなんだが。組織。メタモルフォーゼが登録されました。なんや、ご大層なネーミングやな。何の研究しとるんや。都内にある私立。え、花峰高校。ここってさ、こっくりさんの舞台じゃん。私立花峰高校の敷地で殺生石と思われる物体が発見されてな。それって狐塚。殺生石やて。なんでコントローラー震えたの。あかんあかん、どうしたんですか。うしとしたことが動揺してもうた。動揺だったんですか。心の乱れは気の乱れ。冷静に冷静に。組織は殺生石に秘められた負のエネルギー、つまりは怨念や呪いのことだが、それを解析して軍需産業に利用したいらしい。相変わらずろくでもないことばっかり考える連中やな。その情熱を世界平和に生かそうっちゅう気にはならんのかいな。奴らに期待しても無駄というものだ。それはお互いに身をもって思い知らされたはずだろう。え、そうなんですか。ふん、つまらんこと
思い出させんといて。結託その悪い。ツバと一緒に影にこもっていた毒気を吐き出さにゃ。ペッ、ダメですよ。あ、しもた。よう考えたら、ここ寺やった。そうですよ。まあ、ええか、ダメですって。うちのツバは特製やさかいな。どこが？奴らは呪いをウイルスか何かと同列に考えようとしているらしい。発想はユニークだが、呪いの意味を理解できない人間が理解するためにこじつけた理論に過ぎない。いずれにしろ、組織は殺生石の回収を望んでいる。そこで君の出番というわけだ。インドさんの殺生石中たかて、どうせ取るに足らん破片やろ。そんなもん回収するだけやったら他のやつに頼んだらええやがな。そういうわけにもいかんのだ。2日前問題の花峰高校で女性とか自殺した。あ、その時なんだ。おそらく殺生石が原因だ。え、そうなんですか。あれをそのまま組織に渡すのは危険すぎる。奴らに気づかれないよう呪いを封じるのが君の仕事だ。インド蘭子警部。おお、びっくりした。タイマ氏、インド蘭子。なんでいつもと違うの？何今の？なんか割れた音したけど。へえ。あ、これもしかして、林平当社っていうやつ？翌週。金曜日、仏滅。午前10時25分、私立花峰高校、また仏滅の日？二人目の犠牲者が出てもうたか。あむん垂れ込めてきとるな。恨み、嫉妬、愛憎。人間の負の感情がプンプンに寄ってきよるわ。おっさんの情報やと、死んだ女性との名前は伊藤香織。一人目の犠牲者、長谷部成美とは友達やったらしい。はじめはただの自殺やと思っとった所轄の連中も、二人目の自殺者に慌て出したようやな。捜査一課の連中も思い越し上げよったんはええけど、うちの仕事の邪魔だけは勘弁してほしいもんや。同じ警察畑の人間とはいえ、あいつらとうちじゃ仕事の内容が違いすぎる。まあそうですよね。説明したところで理解できるはずあらへんから、こうやってこそこそせにゃならんわけやが。苦労するで、ほんま。さてと、ほなぼちぼち行こうか。怨念渦巻く学び屋へ。ここが現場になるとは結構ショックやな。え、どういうことですか。こないだ調査したとき、複数の邪念を感じたさかい、キツネ封じの札を貼っといたのに。あ、あれ、インドさんだったんですか。敵さん、質のええ触媒を手に入れたみたいやな。こりゃ、一筋縄じゃいかんかもしれん。やれやれやで。あ、課長。自殺だな、これは。あれは捜査一課の佐々木やないか。課長自ら陣頭指揮とはご苦労なこっちゃ。それとも楽そうな事件やから出てきたんか。ま、とにかく気づかれんよう捜査状況を聞き取らせてもらうとしましょか。気配消して死角に隠れときゃ、あの程度の連中に見つかることはまずないやろ。え、そうですか。誰がどう見たってただの自殺じゃないか。どうして我々捜査一課が出動しなくてはならんのだ。所轄の連中は何を考えとるんだ。先週死んだ女性とも自殺だったんだろ。監察医の松浦教授が自殺を断定したと聞いたぞ。今回も自殺に決まっとる。アホか、あのおっさん。それとも考えるのが面倒くさいだけなんか。いや、そんなんで一課の課長が務まるもんやで。黒宮、はい。こちらは犬医所の小暮刑事だ。
一人目の自殺者について情報をもらっておけ。はい。それと今後は小暮刑事と組んで捜査に当たれ。はい。お、小暮さん。へえ、あいつがおっさんの言うてた候補かいな。黒宮っちゅうのはなんや頼りなさそうなやっちゃな。失礼な。どうせキャリア組のボンボンやろ。まあそうですけど。あのでかいのは所轄の刑事か。ん？何？あいつこの図書室に立ち込めるとは邪悪な気に感じとるみたいやな。なかなか鋭い霊感や。本人は気づいとらんみたいやけど、磨けば光るかもしれん。磨かないよこの人は。もっともそれが本人の幸せとは限らんが、とりあえずしばらくは様子見やな。使い物にならんようやったらすぐに候補から外れてもらう。この前の候補は気の毒やったからな。あ、候補がいたんですか。二の舞は踏ませとうない。人間死んでもうたら終わりや。え、亡くなったんですか。と戦う。日曜日、着工、午後2時42分、鴨根大学附属病院。あの子、何をするつもりや。誰ですか。お、神山さん。ここ数日の捜査で神山由香なる女性とが呪いに取り憑かれとるっちゅうことは分かった。問題はどう対処するかや。まさかあの子を始末するわけにはいかんからな。ダメですよ。娘はただの触媒や。呪いの源を絶たなあかん。肝心なんはその呪いの根源や。それを知るために神山に張り付いたはええんやけど。どうしたんですか。驚いたことにあの娘、黒宮らと接触する気みたいや。ひょっとしたらまだ完全に取り憑かれとるわけやないんかもしれへんな。凶暴な霊力、横島な欲望をまといつつも人としての理性を残し葛藤しとるわけか。哀れやの。けどせっかくのチャンスや。いずれあの子を救うにしろ葬るにしろ、どの程度の霊力を持っとるかテストしとこか。テストですか。それにあの坊やたちの腕前も見ときたいしな。ん？あ、ラッキー。あ、そういえば確かここにお札貼ってたよね。こんなところに無人の車発見。しかも運転席の窓がチートばかし開いとるなんざ、日頃の善行あればこそやな。そうですかね。こいつをテストに使わせてもらうか。持ち主には気の毒かもしれんけど、ま、保険でなんとかなるやろ。そもそも運なんてもんは幸運と不運とのバランスの上に成り立っとるもんや。うちが得した分損するやつがおる。人の世の断りや。堪忍やで、恨むんやったら神さんをな。さあ、獅子王さんの出番や。獅子王が登録されました。細かい形式は面倒やし省かせてもらうで。いいんですかそれで。結果として狐付きが払えたらそれでええんや。女獅子王でいいのかな。女獅子王、女獅子王。これでよしっと暗示を頼むで。念を吹き込んだ札が無人の車を発進させよる。ガソリンなしで動くさかい地球にも優しい。よっしゃ、そのまま神山に突撃や。この人何言ってんの、危ないよ。うわー、やったー。あー、神山さん。テスト終了。思った以上の成果や。ええもん見させてもろたわ。あの小暮とかいう大男、
神山を突き飛ばしてうまいこと避けおった。なかなかの反応や。目で見て反応したわけやない。うちが札に込めた念に反応したみたいや。やっぱり睨んだ通り、ええ霊感しとるわ。けど、うちは見逃さんかったで。え、何をですか？あの神山っちゅう娘、車に衝突する寸前、尻尾を表しおった。ええこいつは、チートばかし、手ごわいかもしれんな。しゃ、もの？月曜日、宣部、午前7時13分、私立花峰高校。たとえ、生き霊、八重、液人、呪詛、怨霊、悪鬼、邪神、なお、妖液霊行神道のたたりありといえども、速やかに、徳道退散消滅、漢字！神魂の邪念を転じて、安穏を特せしむべし、この恩恵は、最小名、脳波一切の大光明なり、海出断念の大利権なり。漢字やめて。守護を加えしめ、玉え、破所魔族、絵所、死軍、念微鏡王力、周音室退散。もうやめて、助けて。こんなもんで上等やろ。あ、これってさ、あの桐崎さんが見つけたやつじゃない？インドさんのだったんだ。ここまでやっといたら、殺生石の怨念も当面は封じ込めるはずや。よっぽどのことが起こらん限りはな。あの日、どうしたんですか？この世に存在しとる魑魅魍魎は、最後の一匹までうちの手で滅ぼし尽くしたる。あの日、そう誓ったんや。そうだったんですか？見てるか、あんた。誰ですか？え、もしかして印堂さんの旦那さん？かい、みな？うわー、もうびっくりした。翌日、火曜日、仏滅、午前7時21分、私立花峰高校。とんだ誤算や。どうしたんですか？まさか、あの経文が破られるとは。偶然の落雷やて、そんなわけあるかい。こいつや。え？こいつの仕業や。邪念をほんの少しばかし残した殺生石の破片やと思ってたが、とんだ見当違いやったで。いや、もしかしたら初めは他の破片と同じ程度の念しか残っとらんかったかもしれん。それがこの学校に渦巻いとるどす暗い感情を養分にして超えて生きよったんや。神山由香、あの娘の心に救う闇がこいつを育ててしまいよったんや。風が止んだ。怖いんだけど。生命のささやきも大気の息吹も閉ざされた完全なる無の状態や。結界か。結界？誰が？何これ。何者じゃ。どういう状況？そして誰？こっくりさん？女の声や、気品の中に傲慢と尊大を兼ね備えた生まれながらの支配者の声や。とうとう尻尾を出しおったな。尻尾？怖っ！
コックリさんってこんなんだったの？何者じゃ？答えやれ、下船の女。人に名前を聞くときはまず自分から名乗るもんや。長いこと学校に潜んどいて勉強せんかったか？生意気な女め。いやいや怖すぎるよ、歪んでるし。わらわを誰と思うておる？誰って、たまもの前やろ。あ、聞いたことある。それとも中国は陰王朝の皇帝、中央の妃、ダキと答えた方がよかったか？あ、これも知ってるけど、古代インドマガタ国は反則王の妃、火曜夫人や周王朝、幽王朝期、宝治っちゅうんじゃ。ちょっと知名度が低いしな。これは知らない。そうなった。陰陽師安倍安親に正体を見破られて、下の国那須野で射止められた挙句、殺生石へと変化した未練の妖魔。かわいそうに石ころになったところを元老和尚に金槌で打ち砕かれてもうたという悲劇のヒロイン、たわもの前。つまりは金毛九尾の狐や。九尾の狐？そなた、そこまで知っておりながらわらわを恐れるのか？元老和尚に砕かれた殺生石の破片は那須野以外にも全国に飛び散っとる。この狐塚もその一つや。完全に力を取り戻したあんたならまだしも、せこい残りカスなんか恐るるに足りんわ。凶門は破れてもうちには勝てへんで。大丈夫ですか？おのれ、言わせておけば人間め！かかって今回うちが滅ぼしたるわ。ナウマクラサバタタキャテイビアク、サラバポッケイヤビアク、サラバタタラタセンダマカロシャダ。もうやめて、カタカナもダメ私。え、どうなったの？チン。火曜日、仏滅、午後3時18分、私立花峰高校。え、まだ戦ってんの？やるやないかい。残りカス言うてもバカにでけんな。伊達に年は食っとらんちゅうことか。にしてもなんでうちが苦労してあいつらのケツを拭わねえならんねん。ほんまアホらしい。このワルアが人間ごときに。ぼちぼち終わりやな。あと2手もあればチェックメイトや。終わったら飯食ってサウナ行ってマッサージしてもろて爆睡コースや。え、競馬場とか行かなくていいんですか？おのれ、そなたまさか安鹿の末裔か？え、そうなんですか？そないにご立派な代物やない。あ、そうなんですか？ただの元主婦や。あ、やっぱり。タイマシインドランコメイドの土産に覚えとき。マチャレ、あれが見えぬのか？何？あ、小暮さん。あ、桐崎さん。あ、校長まで。そして多分私もいる。どうだ、わらわにとどめを刺すならそれもよかろう。だが断末魔の苦しみをあの者どもにも分かち合うてもらおうぞ。汚いな。それでもよいのか？
まったく、タイミングの悪い連中や。こんな時にのこのこ出てきよってからに。あのおっさんの言い癖やないけど、やっぱりうちは運のええ方やないみたいやな。幸運と不運のバランスがここまで一方的に悪い人生も珍しいんとちゃうか。ま、うちの場合とっくの昔に神さんに見放されとるのかもしれんけどな。甘いの人間は。インドさん、ほんまに仏滅はろくなことないわ。え、いや死んでないよね。ファイルナンバー38、大麻師インド蘭子。気、そもそも気とは宇宙に満ちた万物を構成する根源となるものであり、また生命の根源となるエネルギーであると考えられていた。東洋医学においては、人体に流れる気は生来持ち合わせている先天の気と、その後の生活の中で摂取することのできる後天の気とに分類されると考えられている。先天の気とはつまり生まれ持った生命力であり、後天の気とは呼吸や食物の摂取によって得られる気で、前者を陽の気、後者を陰の気と考え、これらのバランスが保たれると人体は正常な状態、バランスが崩れることにより病が起こると考えられている。つまり気とは生命力そのものであり、その気をコントロールすることで生命活動自体を活発にすることが可能だと考えられたのである。気は姿勢、呼吸法、感情の制御らの鍛錬によって操ることができるようになるとされ、ヨガや太極拳などもこうした気の鍛錬法の一つである。道教では気によって不老長寿を成し得ようとし、中国武術などでは気を操ることにより驚異的な身体能力を得ることができると考えられている。またダラニと呼ばれる密教の秘法は、精神集中によって呪的な力を身につけることができるとされており、これも一種の気の鍛錬法であると思われる。ファイルナンバー88、大麻師インド蘭子。獅子王。平安末期に活躍した源頼政が都を脅かす魔物ヌエを退治した勲功により賜ったとされる宝剣の名称である。宝剣なんだ。源頼政は源平の戦いの中にあって唯一平らし型についた弓の名手であり、歌人としても有名である。平家物語によれば、その頼政が朝廷の警護の任についている際、頭は猿、体は狸、尾は蛇、手足は虎という姿をしたヌエと呼ばれる怪奇な化け物が現れ、都を脅かしたという。勅命を受けヌエ退治へと乗り出した頼政が、その弓の腕前で見事ヌエを射落とすと、配下の猪野草太がそれにとどめを刺し、見事任務を果たす。そしてその勲功によって宝剣獅子王を賜ったと言われている。その7年後、再度都にヌエが現れた際にも、頼政が召され、姿を隠し声を潜めるヌエに対し、音を発することで魔を破るというかぶら屋を持って驚愕の鳴き声を上げさせ、その場所を察知し弓で射落としたと言われる。この時頼政が使用したかぶら屋は、後についた狐を払う力を有するとされ、また宝剣獅子王も魔を破る力を持つと言われている。特に獅子王は文学や歌舞伎の演目の一つ、玉物前朝日のたもとで金毛九尾の狐が欲したとされていることから、狐の物の会に対して何らかの意欲を持っていたのではないかと考えられ、そのため狐付き払いの呪法の一つにこの獅子王の名を唱えるというものが存在する。皿の上に紅で犬という字を円形に14、さらにその下に縦に狐
獅子、アイ、トラ、狼、高木、そこに早朝に汲んだ水を注いで、よし仕様と33度唱え、その水を狐に疲れた者に飲ませる。これによって人間についた狐が払われると言われている。ファイルナンバー167、大麻師、インド蘭子、仏滅。仏滅、六曜の一つで仏が滅するほどの境地の日とされ、勝負事や婚礼などはこの日を避けるべしと考えられている。しかしもともと中国においては空母あるいは巨棒などと呼ばれ、すべての物事が無に終わる日だとされていた。それが日本に伝わった段階で、すべてのものが滅する日という意味から仏滅と呼ばれるようになり、転じて仏滅となったと言われている。したがってもともと仏様の死とは何の関わりもないが、旧暦では毎年同じ月日は同じ六曜になることから、仏様の亡くなった日とされる2月15日は旧暦の上では毎年仏滅となる。へえ、そうなんだ。ファイルナンバー185、大麻師、インド蘭子、メタモルフォーゼ。メタモルフォーゼ、もともとはギリシャ語源の変化を表すメタと形態を表すモルフォーゼによる合成語で、昆虫がサナギから成虫になるようにその姿形を変態させることを言い、また魔力などによる身体の変化を表す言葉でもある。したがって満月を見て変身するという西洋の狼男などは、このメタモルフォーゼの一種と言えるだろう。また本邦においてはつくも神という奇物の妖怪が存在した。これはもともとつくも神と言われ、長寿を表す言葉であったが、やがて長寿のために妖力を持った存在を表すようになり、ひいては長寿の人間や長く使われた奇物には精霊が宿り、妖怪に変化すると考えられるようになったものである。また奇物だけではなく、猫や狐といった動物も弱いを重ねると妖力を持ち、人の姿に変じて化をなすとも考えられていた。その他にも宇治の橋姫伝説や黒塚に見られるように、怨念や情念によって鬼と変化してしまうという伝説も、このメタモルフォーゼの一種であると言えるだろう。ファイルナンバー199、大麻師、インド蘭子、六曜。六曜、六鬼とも呼ばれ、それぞれの日を戦勝、友引き、戦部、仏滅、大安、若光の6つの暦に当てはめ、各日の運勢を予想する歴中の一つとして知られる。戦勝はもともと戦ずれば勝つと言われ、午前は吉、午後は凶とされる。友引きは朝晩は吉、午後は凶とされる。もともとは友と引き合うことから、勝負のつかない日を意味したが、友を引いていくという意味に変わり、葬儀などを行うのは大凶とされるようになった。戦部は戦ずれば負けるため、午前は凶、午後は吉である。仏滅は全ての物事が滅する日と言われ、万事に凶とされる。特に祝い事は禁忌とされる。大安は大いに安氏として何事においても吉とされる。若光はもともと陰陽道の凶日に由来し、正午以外は凶とされる。俗説によると、六曜は三国志で有名な諸葛孔明によって考案されたとも言われ、孔明六曜星と呼ばれることもあるが、実際には中国唐代の歴学者の李順風によって考案された陸人自我という自国による吉凶の戦術が元になっている。陸人自我はその後鎌倉時代末あたりから日本に伝えられ、やがて自国の吉凶から日の吉凶を占うものへと変化し、江戸末期から明治期にかけて民間に広まった。六曜の法則は複雑そうに見えるが、実は簡単で、旧暦の各月の1日を1月からそれぞれ
戦勝、友引き、戦部、仏滅、大安、弱光の順で定め、さらに各月の日もその順で当てはめていくという形式となっている。つまり旧暦上では全ての日の曜は毎年同じとなるのである。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。